客様の利便性を高める施策というものをクラブとして進めているというような状況です。スマートスタジアムという形でスタジアムでつながる高密度の Wi-Fi、 今キャッシュレス化も進めているところもありますので、スタジアムの中で火が使えるようになってますので、もう出来たてのものをお客様に提供するという、各ホームタウンの特産品であったりとか、各スポンサー様のアクティビティというのも展開してます。運営に関わる情報の資料だけでも約1000枚ぐらいの印刷はかかっていると思います。運営マニュアルっていうのは別に200ページを超える冊子があるんですけども、それは開幕前に皆さんにお配りして、ずっと回りっぱなしぐらいな感じじゃないですかね。オフィスになってから印刷速度がものすごく上がったので、ギリギリの天候情報も更新して朝すれるようになったんですよ。メンバー表だったりとか、公式記録っていうのはやっぱり間違ってはいけない仕様なので、時間がやっぱり長所かかるんですけども、印刷にかかる時間が短縮できたことで、更新されたものが皆さんにお配りできるっていうのは情報共有の上では非常に大切なことですし、こちらとしては非常に助かってます。その試合だったりとかイベントに関わるだけじゃなくて、スポンサー様へのミーティングの資料だったりとか、ホワイトスタッフだったりとかで使う資料も結構冊数ありますし、ウェルネスプラザでやるキャンペーンのお客様への案内だったりとか、育成部のスクールの方も保護者へのご案内とか、いろんな各部署がスタジアムに足を運んでオフィスを使っているっていうような形ですね。国際大会とか勝ち進んでいけば行くほど外部からのスタッフもたくさん来られますし、いつも作らない資料だったりとか、彼らが持ち込む資料だったりとか印刷も増えますし、カラーで印刷してほしいというリクエストも増えることもあるので、早く対応することで信頼関係だというものが生まれたりとか、その点オフィスが活用できるっていうのは非常に助かりましたけれども、デジタル化は進んではいるものの、やっぱり紙で持っていることの安心感ってあると思うんですよ。書き込んだりとか、情報共有っていう部分についてはデジタルよりもその紙で見て判断するっていうところは、そのボランティアさんとか高齢なスタッフの方には非常に大事になってきます。試合運営って事故も起きない、事件も起きない、負傷者も出ない、何も起きないっていうために、どれだけ裏で準備ができるかっていうところが運営の仕事になってくるので、運営自体はやることは変わりません。ただ周りの要因っていうのはたくさん変わってくるので、そこをどうやってしっかりリスク管理して本ゲームを開催していくか、それがなるべく見えないようにっていうのが運営の仕事なのかなと思います。